悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが、魔王ではありません。私、ユミエラ・ドルクネスは5歳の時、自分が前世でプレイしていた乙女ゲームの世界に転生したと気づいた。光の魔法と勇者様、通称ヒカユ。学園パートとレベルを上げるための RPG パートがあるゲーム。その中でヒロインに嫌がらせをするちょい役の悪役令嬢が私。でも実はこのゲーム、やり込み要素が豊富で、エンディング後に現れる裏ボスがいる。なんと私である。私は自分が裏ボスになる運命を回避すべく、人生計画を立てることにした。レベルを上げるためにモンスターを倒し、ダンジョンに潜り、来る日も来る日もただひたすらに効率重視のレベル上げに奔走した。そして15歳の春、私は王立学園にやってきた。入学式当日、新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。当学園に入学したからには。やたら視線を感じる。マナーは笑われないくらいには身についているはずだし、成長して少しきつめにはなったが、そこまで凶悪な顔ではないはずだ。ああ、この髪色か。黒髪べっし、結構深刻なんだな。それでは新入生のレベル測定を行います。そういえば自分のレベル知らないな。ゲーム画面みたいに表示されてるわけでもないし。ウィリアム・アレス、レベル10。おお、レベル10で盛り上がっちゃうの？じゃあ目立たないようにするなら、レベル5くらい。レベル5ではないな。ユミエラ・ドルクネス嬢。はい。緊張しているのかい？大丈夫。入学時はレベル1でも恥ずかしくないよ。違う、そうじゃない。ドルクネス伯爵家長女、ユミエラ・ドルクネス。で、レベル99。さよなら、私の平穏な日々。入学式の後、おい、黒髪のお前、そっちは寮だぞ。新入生歓迎パーティーには出席しないのか？面倒なのに絡まれた。彼は攻略対象の一人、ウィリアム・アレス。いわゆる脳筋で、正義感が人一倍強いが、怒りっぽくもある。まあ、あんな不正をしたから仕方ないか。やはり何か細工をしていたんだろう？レベル測定の話ですか？そうだ！目立ちたかったのかは知らんが、貴族としての誇りはないのか！落ち着け、ビル。エド。お前の気持ちもわかるが、こんなところで騒ぐんじゃない。彼はエドウィン・バルシャイン。この国の第二王子でゲームのメインヒーローだ。剣と魔法を両方使いこなす魔法剣士でもある。はじめまして、エドウィン殿下。ユミエラ・ドルクネスと申します。ドルクネス伯爵家、中央もどきか。ユミエラ嬢、私はウィルが幼い頃から剣術を人一倍努力しているのを知っている。だからこそレベルも入学前に10に達した。君のしたことは、そんな彼の頑張りを踏みにじる行為なんだよ。はあ。どうして誰も彼も私が不正をした前提で話を進めるのか。
レベル99というのは真実ですし、学園長がおっしゃったように、授業が始まればそれも分かっていただけると思います。あくまでシラを切り通す機会？レベル99なんて現実的ではないだろうに。あ、もっとまともな嘘はつけなかったのかな。攻略対象が全員揃ってしまった。正統派王子エドウィン、ワイルド系剣士ウィリアム、クール系魔法使いオズワルド、この3人は幼馴染で、エド、ウィル、オズと相性で呼び合うくらいに仲がいい。ゲームのファンなら喜ぶ瞬間かもしれないが、 RPG 部分が気に入っていた私としては、ただひたすらに関わりたくない。おい、何か言ったらどうなんだ。そういえば、光魔法を使う平民の方がいらっしゃいましたよね。慣れない貴族ばかりの場で何か困っているかもしれませんし、声をかけて差し上げたらいかがですか。そうだな、貴様の虚言に付き合う必要もない。それに追って学園より沙汰が下されるだろうから覚悟しておけ。翌日午前の座学では、完全孤立。まあ、これはこれで楽かもしれない。置物として3年間を過ごすのも悪くないか。ほら、黒髪のあの子。自分のことレベル99だなんて思ってるのよ。頭の中がお花畑なのかしら。ふむ、そんなにレベル99ってことを証明してほしいのかな。光魔法ってのは怪我も治るのか。アリシアすげえな。僕も使えない属性ですからね。それで学園ではやっていけそうですか。正直少し不安で、私は庶民の出ですし。何かあったらすぐ私たちに相談してくれ。必ず力になるよ。ゲームではまだ会話すらしていないはずなのに、攻略早すぎでは。シナリオが変わってしまったのだろうか。私の存在自体もイレギュラーだし、その可能性も否定できない。アリシア・エンライト、主人公らしく前向きで明るい性格が特徴。光魔法の使い手は非常に希少なため、庶民ながら学園への入学を許された経緯を持つ。光魔法は闇属性の唯一の弱点であり、魔王への切り札となり得るからだ。彼女ともあまり関わりたくないけど。午後の剣術の実技では、では俺が相手をしましょう。おい、早く構えろ。それとも戦わずに降参か。すみません、剣を使うのは初めてなので。このまま始めていいですよ。どこまでバカにする気だ。女だからと手加減はしないからな。骨の一本や二本は折れると思え。遅い。セーフっぽいな。十分に手加減をしたはず。だってウィリアムがひき肉になっていない。ウィリアムに勝ち。魔法の実技では、あの的相当硬いのかな。あの、的って壊してしまっても大丈夫ですか。あのカカシが着ている鎧は特殊な加工をしたものだ。それに僕も壊せないあれを君が壊せるはずないだろう。宮廷魔導士くらいしか壊せないのだが、
まあ壊せるというのなら壊してしまってもいいよ。そうですか、ありがとうございます。宮廷魔導士が壊せるのなら余裕だな。ダークフレイム、なんだあれは。何を出すかと思えば豆鉄砲じゃないか。あれは、ありえない、こんなのおかしい。僕は魔法の天才なんだ。僕はこんなの認めないからな。オズワルド君。オズワルドを圧倒した。ユミエラ・ドルクネス、貴様の退学の書類が完成したぞ。貴様は王立学園にふさわしくない。高校の授業で姿を見ないと思っていたけど、そんなことをしていたのか。王族に嘘をつくようなものは学園、いや、バルシャインの貴族にふさわしくない。そうですか。お待ちください、殿下、学園長。彼女は希少な闇魔法の使い手で、宮廷魔導士でも壊すのに苦労する的を壊してみせました。レベル99というのも真実かもしれません。彼女を退学にするのはこの国の損失となります。宮廷魔導士でも壊せるのだろう。レベル99の証明にはならないはずだ。退学を取り消したければ私を納得させてみよう。どうしても私を退学させたいようですけど、宮廷魔導士クラスの人物をやすやすと他国へ渡すのは王族として問題なのでは。エドウィン王子。ユミエラ嬢。はい。先ほどの魔法は全力ではないだろう。まあ、ここで全力の魔法を見せてくれ、頼む。わかりました。空に魔法を放ちます。エドウィン殿下、魔法を行使してもよろしいでしょうか。勝手にやればいいだろう。本当によろしいのですか。うるさい、さっさと始めろ。でも何かあった時は誰が責任を。空に魔法を打って何か起こるはずないだろう。責任は私が取る。よし、現地は取った。全力でと言ったが本当に全力でやる気はない。昔に一度全力を出して森にクレーターを作っているから、あれからさらに成長しているはずなので、今の全力は私も想像がつかない。ゲームでは魔王と私だけが使うことを許された。最強の闇属性魔法。ブラックホール。ブラックホール、範囲内の物体を無条件で消し去る魔法。つまり学園の上空の空気が一瞬でなくなったということだ。今は真空状態になった空に向かって周囲の空気が引き寄せられる状態である。どうでしょうか殿下、私がレベル99だと納得していただけましたでしょうか。そこまで怖がらなくても。ブラックホールを出現させた後、国王陛下に謁見したり、王妃様に魔王討伐の協力を打診されたり。ユミエラさん、あなたが魔王なんですか。学園ではアリシアに大勢の生徒の前で魔王なのかと問われたりした。さらに新しい学園長からは野外演習の運営側の手伝いを頼まれてしまい、ついに野外演習当日。いたぞ。了解。
少なすぎる魔物。あ、そーれどりゃ。いいいい、明らかにオーバーキル。イエーイ。なんて和やかな演習だろう。では10分の休憩。魔力切れの者や怪我をした者はポーションの補給を忘れないように。はいはい、ポーションですよ。毒とか入ってないよな。うわ、ポーションまず。効率が悪い。猫の時の、パトリック・アッシュバトンだ。パトリックさんも効率が悪いと思いますか？もう少し魔物が多くてもいいと思うのですけどね。そうだな。前衛と後衛に分かれて連携を取れば十分対応可能だと思う。久しぶりのクラスメートとの会話だ。アッシュバトン寮では前衛と後衛に分かれてレベル上げを。そうだ、前衛が魔物を押さえつけ、後衛が攻撃をする。これが基本だな。経験値の配分は魔物に与えたダメージ量で決まる。それではレベルに偏りが出ませんか？先ほどの逆でもやるんだ。後衛が魔法で魔物の動きを止めて、前衛が攻撃をする。安定性は下がるがな。やはり集団だと効率が下がるっぽいな。アドルフ騎士団長がレベル60程度なのはそれも要因だろう。私のレベル上げ理論は間違っていなかった。だけどそれはあくまで個人での話で、集団となると勝手が違うのも確かだ。それってここにいるメンバーでできますか？人数的にできると思うが、魔物の数が少ないから意味がないと思うぞ。魔物が少ないということでしたら、私がいいものを持ってますよ。それは魔物呼びの笛か。おい、やめと。え？何をして。盾と槍を持っている者は前。前衛は魔物の足止めだけに集中。後衛は魔法で範囲攻撃。魔力が切れたら取りこぼし部分を武器で攻撃してくれ。怪我をしたらすぐに下がってポーションで治療を。攻撃。追撃するぞ。大丈夫か？はい。一旦後ろに下がれ。はい。盾はすぐ立て直しを。いきなりなんてことをしてくれたんだ。何をそんなに怒って。ピーン。心配しないでも大丈夫ですよ。魔力切れの方もいるでしょうから、次の足止めは私がやります。後衛が消耗しすぎて前衛のレベル上げができないから怒っていたのだろう。レベル上げに熱心な仲間ができて嬉しい限りだ。な、おっ。私が魔物の動きを止めるので、前衛の方たちはゆっくりとどめを刺していってください。大丈夫ですよ。皆さんには指一本触れさせませんから。ダークバインド、どうぞ。
攻撃してください。この腕は私の魔法です。ダークバインドと言いまして、殺傷性が低いのがいいですね。襲ってきたりしませんか？大丈夫ですよ。魔物はしっかりと拘束していますから。いや、魔物じゃなくて。見た通り問題ない。この腕は安全だ。襲うって私の魔法のことか。そんなに怖いかな。魔石は早い者勝ちでいいですよね、先生。ああやったー。ユミエラ、今度から魔物呼びの笛を吹くときは前もって知らせてくれ。お疲れ様です。パトリックさんの指揮見事でしたよ。魔物狩り慣れてるんですね。これでも辺境博家の出だからな。入学前から戦闘もある程度。悪気はないんだな。何の話ですか？いや、回復します。ヒール。世間でヒールといえば光魔法のような綺麗なものを想像するが、闇魔法にもヒールは存在する。ゲームの弓矢は使わなかったが、ただ一つ難点があるとすれば、とてもブロい。うわ、大丈夫だと思いますけど、痛みはありませんか？ない、大丈夫だ。助かった。よかった。違う属性のものに闇属性ヒールでの副作用があったらどうしようかと思った。なんで私の前に出たのですか？すまん、危ないと思って。危ない？レベル99なのに。お前はもっと自分の身を大事にしろ。守護の護符をつけていないのだろう。何かあってからでは遅いんだぞ。この人は本当にただ私を心配して守ろうとしたのか。ありがとうございます。こういうことは初めてで、なんだか恥ずかしい。ユミエラ城、魔物呼びの笛は禁止です。悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが魔王ではありません。コミックス1巻から2巻好評発売中。コミックス2巻はドラマ CD 付き限定版も同時発売。